ジャングルです。ダンサーでーす。日2にシーズンのジャッジをさせていただきました。ビビガーさんたちがどんどん上手くなって、ハートも顔の表情とか胸の張り方とか顎の位置とかもすごいみんな変わって、こんな短期間でみんなどんどん作品を作ったり出したり考えたり、いろいろな人たちがいっぱいいる、みんな命をかけてやってたんですけども、どんどん踊りが上手くなっていく様を目の前で見せるのも踊りをやる人として素晴らしいと思ったし、とてもいい経験でした。ジャッジさせていただきましたよ。後世8ロックスラウンド3を選ばせていただきました。たくさんあって、あのお話をいただいた時もわーってすごいいっぱい作品がフラッシュバックしたけれども、ジャッジし終わった後の瞬間にも思ったし、お家に帰る時も思ったし、次の日も何日か後もああもう一回見てえなって思う作品だったんです。とても衝撃的で素晴らしい作品だったので、今から見る作品は生でジャッジをしている時に見たんですけども、トレーラーぶりだ、やったー。じゃあ見ます。みんなも見よう。ここから見れるんですね。なんかね、やっぱ緊張するんですよね、こう、あの本当になんか今ジャッジしてる時も絶対優勝するでしょうみたいな、前日から気持ち固めていってたんで普通に悔しい。わあ。今回の作品のテーマなんですけど、声と体っていうあのテーマなんですけど、そうだそうだ、このヒップホップカルチャーの原点みたいな作品になってると思います。なんか緊張する。全然違う。ジャッジの真逆の時みたい。尖りまくったショーケースだと思うので、楽しみに。ワクワクしてます、僕たちも。早く踊りたいぜ。みんなで頑張ります。いい、かわいい。せいちゃんがかわいい。はい、やった。この一旦止めるね。ジャッジ席があったらステージがあっちにあって、D リーガーさんたちはあのジャッジ席のこっち側から出てくるんですよ。スタンバイをしてる人を見るの私結構好きなので、暗くはなってるんですけど、私すごいこうやって見てた。あそこにいると。掛け声を掛け合ったりしてるのを見ると、でな、生のライブなので近いお客さんとか上の席の人たちからは見えてると思うんですよね。お茶の間でこう画面で見るのもとてもいいんですけども、もしね機会があったらぜひDリーグ足をお運びください。私は何なんでしょうね私Dリーグの人じゃないのに。じゃあ見るね。ああやだ、緊張する。いや本当に素晴らしい絵ですよね。あのビリガーがステージに出て、おお、構成8ロックス、おお、1 2 3 4 5 6 7 8ロックス、かっこいい。1 2 3 4 5 6 7 8死の5の言わずに Go to top、 その個性で構成に名を残せ。いや俺の名前はシンペイタ、ヒップホップは俺らの人生だ。8ロックスをチェックしな、そのプロップスをペイしな。このラウンド拙者が運転者、俺ら挑戦者でチャレンジャー。 You know さ、この多様性無限大にある可能性。ちょっと一旦止めるねちょっとダメだ、ずっと見ちゃう。すごいねダンスでいいよね。音とかも全チームですけれども、うわどんな音を使うのかしらとか、すごくそれも興味があって、なぜならば D リーガーさんたちは自分たちの音で踊れる、私は既存の曲で踊る。たくさんある中の一ついいなと思ったのは、 D リーガーさんって自分たちの曲、これ俺たちの曲で踊りますができるっつのが宝物だろうし、ダンスをしていく上で
そんなことってなかなかないと思うんですよね。曲もやっぱりジャッジのダンサージャッジたちはすごく気にしてる一つなので、この作品ラップだけだと思って、最初のラッパーさんのブレスのとこからもう一回見ようか。じゃあみんな1,2,3,4,5,6,7,8 rock 1,2,3 シートごとロック、シノゴの言わずに Go to トップ、その個性で構成に名を残せ。 Yeah、 俺の名前はシンペイタ、ヒップホップは俺らの人生だ。8ロックスをチェックしな、そのプロップスをペイしな。このラウンド拙者が運転者、俺ら挑戦者でチャレンジャー。 You know say、 この多様性無限大にある可能性。ブラッドキナドキナドキナ吐ける扉、キキナキキナキキナ音に乗りな。エイトビートシートベルトなしだ、ハートビートに合わせ飛び出しな。自分が自分であること誇る、そういうやつが最後に残る。思い出せきつい練習、ボロいバッシュ締めたファッシュ。ドキナライバル、これはサバイバル、だからタイトルを今奪い取る。決して譲れないぜこのビガ、エイトロックスをしないぜギバ。周りがどうだ、あいつがなんだ、このやり方ストリートで学んだ、はい、胸張って歩くワイルドサイド、今じゃ俺たちはワールドワイド。東大兄弟、巨大な土台見せつけろ我々の存在、うん、人生短いあるか生きがい、うんうん、俺たちからみんなに聞きたい。今日勝つために生まれてきた、今日勝つために負け続けた、今日勝つために立ち上がった、うん、8、6だ、それがわかるか。いや千里の道も一歩から六歩、我慢強くバランスよくヒップホップ。まずはじめはアップロック、一目見りゃあとウォッドロック。ぶっ飛びすぎて振り返り二度見る、それが俺らのウィンドメアチェアヘアチェアヘアフレア、ラララララ今手フレア。ラップに合わせてバックスピン、届けるサプライズの宅急便。リスペクトラックツルの恩返し、ディスは倍返し、ツバメ返し、最後まで軽快なフットワーク。かかってくる気ならぶっ飛ばす、イエーイ。わー、すごく興味が出ちゃうタイプだから、これを見終わった時もラップだけでやろうって、誰が提案したんだろうとか、この衣装白のやつ誰が決めたんだろうとか、すごいそういうのが気になっちゃうんですよね。みんなそういうの気になりません？お茶の間の人たち。私すごいそういうのが気になっちゃって、興味持つことはすごい気になっちゃうタイプなので、気になるな、このラップの歌詞は誰が考え、素敵な歌詞だよね。これ見れるんです、自由に、この映像。 YouTube にあんの？私最近YouTube っていうのを1年ぐらい前から見るようになったんですけど、心霊系の YouTube とか、たくさん食べる大食いの方の YouTube をよく見てるんですけども、これ私見れるの？大変だけれども、コンテストとかバトルとかはジャッジをする人がいないとまずね始まらない、まあ、出る人がいないと始まらないけれども、ジャッジをする人たちがいないと決まらないから、ジャッジって本当はとても大変で、ダンサージャッジジャングルとしてジャッジをオファーされて、やってやるよと命をかけて引き受けたので、ダンサージャングルとしてっていうのももちろんあったんですけど、ね、ジャッジが見てるのは踊り出した瞬間からと踊り終わったまでで、もちろんジャッジをするんですけども、もちろんスキルもダンスというスキルもありますけれども、やっぱり体内から出るパワーもうもちろんある。スタンバイはジャッジ店には入らないです、もちろんね。で、煽り映像も入りません。キス&クライでコメントを言ってたことで、あ、次来た時1ポイントあげよなんても思わないです。決まった人数で踊るというのも D リーグの一つの楽しみ方。たくさんのメンバーがいるけど、今日はこのメンバーとかこのメンバーしかいませんとか、それは全然チームによって違うけれども、一人で踊ってるんじゃないから、やっぱりチームワークっていうのも私はすごく見るポイントでもあるかな。あれちょっと今揉めてないみたいのもなんとなくわかります。でもそれももちろんジャッジには入らない。前回と全く違うからすごい点数がいいとかも、そういうのも別にないっていうか、もちろん皆さん同じような作品なんてね一回も作ってねえし、毎回頭使って命かけて素敵な作品を全ピン作ってたから、 D リーグのジャッジをしてて、例えばズルンって滑っちゃったりとか、ハットが落ちちゃったりとか何かあったとしても1ミクロンも気にならない。もしかしたら彼たちはやっちまったぜとかとかなってるかもしれないけれども、別に例えば振りを間違ったとか1ミクロンも気にならない
ぐらい本当に皆さんパワーがあったし、1回の踊りに命をかけてるなっていうのもデイリーグのジャッジをしてて改めて思いましたね。私彼らたちに会うことがないので、デイリーグラボツーやつには何回か行かせていただいて、初めましてですぐそこでリーリーガーさんとトークをしたことがあるんですけども、もともとクラブで一緒だったリーリーガーさんの中にはいるんですけど、存じ上げない方たちもたくさんいるので、次作品どういうの作るのとか、誰があれしてるのとか、ラップは誰が作ったの、歌詞は誰の、音は誰が編集したの、その衣装誰が作ったのとか、そういうのって実は聞けないんですよ。シーズン中は私なるべく会わないようにして、みんなもね怖いから私のとこになんか来ないと笑うけど、ね、ジャッジをしに行くんだけれども、ああまたディリーガーさんたちが見れるってこのジャングルが思ったんですよ。デイリーグの日だ、どんな作品かなとか、あの子たち元気かなとか、怪我してねえかなとか、じゃあ自責とステージでしか見ないんですけども、裏動線では一回も誰にも会わないようにしてるからあれなんだけど、楽しみでいつもジャッジをしてた日は楽しかった。リリーガーさんたちもこれも毎回言ってたんですけども、怪我はしないように心もね、いろいろあるさ、でもやってこうじゃないか、怪我せずあんまり泣かないでケラケラ笑って素晴らしいダンス人生をツリーもぜひ送ってほしいと思います。ダンスしてる人じゃなくても楽しめると思うんだ。ティーリーガーさんってたくさんいるし、いろんな作品もあるし、衣装もみんな素敵で可愛かったりセクシーだったりかっこいいから、いろんな感じで見てほしいんですけども、ティーリーガーさんが出てくる、花道を歩いてくる、ステージに立った10、9、8ってカウントしてった時にもちょっとパッとなって、すごいこうやって見る、瞬きなるべく少なめにして、モニターも見ないようにして、モニターの方がすごく近かったりするんですけども、私はもう生のステージ、生派なのでステージを見てました。いつの日か D リーグさんどうですか、ジャッジ席体験とかしてみるのどうですかね。お客さん一人お客さん嫌だよねジャッジ席の間に一緒に、でもどうだろうね、あ、ジャッジ目線のカメラとかは置くのどうです、ジャッジ席から見るこの感じとかすごい味わってほしい皆さん。毎回私生放送の時も言ってたんですけど、なかなかこう劇場にお客さんをいっぱい入れてなかった時とか、無観客の時もあったので、すごい大きい立派なシアターでお客さん入ってからもなかなかわーとかね、前みたいにわーとかイエーとかなかなか言えない時代になってしまったんですけども、素晴らしかったですよ。その時も D リーガーさんたち全員胸を張って踊ってました。お客さん入れるようにねなったり、まあ今後もまたねどうなるか人生がわからないけれども、ぜひちょっと興味あんなとか思ったら、スケジュールあってちょっと元気で健康でしたら、ぜひシアターに足を運んでほしいです。生で見てスティーリーガーさんたちが通る花道とかかっこいいよ。ダンサーの声とか劇場だとすごいわかるんですよ。バーとか気合い入れてるのとか聞くと、ショックって涙出そうなんですけど、やるぞとか言って店内エイドとかなってみんな板についたりするのね。そういうのも見れるから、ぜひ興味がちょっとでもある方ぜひ劇場に来てください。ぜひ D リーグよろしくお願いします。 D リーガーさんたち頑張ってね。スタッフさんたちもありがとうございました。 Thank you ジャングルでした。